ここです。はい、今日はイベント名場面集の3日目で、いいよ、先週の水曜日の4月21日にメルパルクホールで1600人集めて盛り上がった模様を聞いてもらっているんですけども、はい、今日は皆さんのお待ちかねのあのコーナーです。様でした。今日はね、1600人の前でやったミッドナイトシアターの模様をノーカットで聞いてもらっちゃうんですからね。そう、ハガキの中でもね、これをやってほしいっていうのが一番多くって、半数を以上ね、効果音、いつも音で出してるじゃん、CD で、それも会場のみんなが口で言ってくれた効果音を使っている、私が手を回したらみんなに言ってねって、タイトルが13日の金曜日、バカボン一家の恐怖、配役はリエコバカボンのパパ、羽田さん、羽田さんとバカボンのママ、私がバカボンで、ミッキーがなぜかジェイソン、ユーザーをつけたんですね、これ、エリちゃんがまつげとエプロン、まつげとエプロン、リエコが鼻メガネ、鼻メガネ、あれで、ミキオちゃんがジェイソンのマスクと斧、斧で、私は渦巻きほっぺだけだったんだけど、羽田さんに眉毛まで貼られて可愛かったよ、ひどい顔になってしまったんですけど、でもね、あれね、あの後にこう渦巻きを取ったら衣装までこうハゲちゃってんの、衣装だけハゲてってさ、その後衣装替えだったでしょ、見たら鏡見たら渦巻きになったよね、もう情けなかった私ははい、ではその模様のカットでたっぷり聞いてください。それでは早速行きたいと思います。はい、13日の金曜日、バカボン一家の恐怖。私があの恐るべき一家に出会ったのは、忘れもしないあの暑く寝苦しい夏の夜のことだ。ああ、今日も昨日のことのように思い出す。あの男の声、忘れることのできないあの男の声。本当にしょうがないわね。違うのだ、パパはバカボンのスイカなんて食べないのだ。嘘だよ、ほらほっぺにスイカの種がついてるよ。これはスイカの種じゃないのだ。その証拠にほら、この種を植えてもスイカの芽は出ないのだ。あ、パパが僕のスイカを食べた。もうパパ、バカボンにお謝りなさい。バカボンのひいきばっかりしてずるいのだ。パパは納得いかないのだ。ママったらスイカ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 、しょうがないわね。もうどうしたらいいのかしら。あら、今は何か悲鳴がしたような。ママは話をそらそうとしてるのだ。ほらほら、やっぱり声が、うん、確かに今何か聞こえてる。パパ、パパは鼻毛が伸びてるからそんなの聞こえないのだ。うごー、やー、パパ後ろ後ろ。そんなのじゃパパは騙されないのだ。うごー、パパ後ろになんかでっかい白いのがいるよ。みんなパパをバカだと思ってバカにしてるのだ。そんなのいないのだ。こげー、うるさいのだ。ボベー、うるさいのだ。うごー、パパ火鉢に手が、あじあじあじって、パパにそっくりのその声、なんか聞き覚えが。あじ、思い出したわ。あなたは13年前に生き別れたバカボン兄ね。バカボン兄？そうよ、
今まで言わなかったけど、お前にはお兄さんがいたのよ。13年前ママが大やけどをさせてしまって病院で死んだと思ってたの。アジ？そう、その時の声と同じ声よ。ママは覚えてるわ。パパは覚えてないのだ。パパ、ヒパチヒパチ。アジ、アジ、ほら同じ声。バカボーアに会いたかったわ。うごー、ほらバカボーも抱き合いなさい。なんか納得いかないけど会いたかったよ。うごー、よかったわ、本当によかった。パパがまたお味噌にされてるのだ。お味噌がしょっぱいから嫌なのだ。こうしてジェイソン改めバカボン兄とバカボン一家は仲良く暮らしたそうです。めでたしめでたし。というわけで今日は1600人の前でやったミッドナイトシアターだったんですけども、でもさ、結構さ、ああやって盛り上がってくれるとやりやすくない？ね、いつもはね、シーンとした中でやってるからさ、あとリアコの味、味、あれもね、結構盛り上がるね、みんな好きみたいで、明日の時にやらされてたよね。そうです。明日も個々のスビーティーラジオ名場面を聞いていただきます。それではまた明日、バイバーイ。